皆さんおはようございます。そうだ老子に聞いてみようの時間です。そうだ老子に聞いてみようは仏教や禅についてはたまた日々の子育てや家族、仕事、人間関係についてなど皆さんが日頃気になっていることをご質問いただきそちらに対して横田老子なりのご意見をお伝えさせていただく番組です。YouTube 越しではありますが皆さんといろいろとお話しさせていただければ幸いです。横田老子今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先月は、コネクションプラクティスを修行僧の皆様にとお声掛けいただきお伝えさせていただきまして本当に大変恐縮しましたけれども本当にありがとうございました。ありがとうございました。また毎日の館長日記ラジオにも、もうあんなにもエッセンスを分かりやすく私の拙いお伝えを本当に分かりやすく伝えていただいて本当に感銘いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。コネクションプラクティスで大切にしている共感は知ることと愛すること、仏教でいう知恵と慈悲と同じとおっしゃっていただきまして本当に勇気づけられました。改めて皆さんと共に学んでくださってどのようなご感想を教えていただけたら嬉しいです。はいはい、木村さんからお話をいただいて、私を含めてみんなで受講してみようと思いましたのは、やはり人間で一番難しいのはどこの環境であってもいつの時代であっても人間関係ですね。それは我々お寺の世界でも一緒でございますし、また修行道場っていうと自分だけ座禅して自分自身の問題だけだと思われるかもしれませんが、しかしあんな狭い修行道場もこの社会の縮図みたいなところがこうございますから、お互いの人間関係の悩みというものが、これがやっぱり一番大きいんですね。修行においてね、それは夏暑いとか冬暖房がなくて寒いとかって、これはね、だって人間とはそんなに大変ですけども辛抱できるんですね。その冬寒いのが大変で修行をやめるって人はこれは まずないんですね。それから足が痛いというのはよく言いますけれども、しかしね、足が痛いからもう修行をやめますという人もいなければ、足の痛みに耐えかねて自ら命を絶つなんて、そんな話はね一つもこうないんですね。しかし人間はこの人間関係でやっぱり、修行を続けられないとか、自ら命を絶つような問題の、多くはやはり人間関係の悩みっていうのが多いですよね。そうですね。それで私もこのこちらから一方的にあんな嫌な人だとかね、ひどい人だとかとこう見ているんじゃ、これいつまでたってもこのその苦しみから逃れることはできませんから、コネクションプラクティスですよね。それ まずね、この自分がどういう感情であるのか、そして自分が何を望んでいるのかということをこの観察をするんですよね。そしてまた相手が今どういう感情であるのか、相手は一体何を欲しているのか、どういうわけで今ああいう言動になったり振る舞いをしているのかということをこう想像してある程度理解をすることがもしできたならば、それによってかなりの人間関係の問題というのはこの解決する、もしくは解決しないまでにしてもこの人間関係による苦しみが軽減していくんではなかろうかなと思いましてね。それでね、私どもはそういうことをこの教えないですね、何もね。なんか苦労しているうちに分かっていくということだけしかいたしませんから、で
も分かんないうちに苦しまなきゃなりませんので、少しそういう方法を学んでおけばですね、いいんじゃないかなと思いましてですね。でもやはり非常にこう理論的に組み立てられていて、ああいうのを知っておくというのは大変我々にとってはいいなと思いましたね。ありがとうございます。いや本当に全く違うアプローチというか、西洋的にこう割と分析していくような、アプローチなのでどうなのかなって思ったりもしたんですけど、やっぱり子どもたちを見てても、その自分がそのネガティブな感情を持った時に、その奥にある本当は大事にしたかったことっていうのにつながっていくことで、エネルギーが変わっていく姿とか、相手の想像できたことで、より広い視野で物事を捉えられるようになったりとか、なんかそういうのを見ていると、そうですね、同じとまでは言わなくていても、やっぱりその人間関係において和をもたらす方法としては面白いんじゃないかなと思って、はい、私も主に子どもたちとか、親子関係においてこれがすごく有効だなと思って伝えさせていただいてるんですけれども、はい、そうですね、はい、昔から言いますけどね、相手の立場になって考えるというのはね、そうですね、お茶の方でもね、亭主になればね、客の立場になってね考えるし、はい、お客になれば亭主が主の方がおもてなしする側がやりやすいようにこう考えるという、お互いにこの相互の理解し合うということがお茶なんかの基本にあろうと思いますけど ね、 そ、 うですね、それを我々は一心伝心じゃありませんけれども、そんな何も言わずに別れてるんですけどなかなか何も言わずに分かるの難しいですから、ちゃんとそうなんですね、こう言語化ということに対して私たちは乏しいなと思いましたですね。あれを学んで、そのお互いの感情というのをこう言葉に表して、たくさんの言葉でね、この例を示してくださって、そういう中から今自分の感情はどの言葉が当てはまるのかということをこう考察をすると、それでその感情から感情にこう飲み込まれるんではなくして、一歩引いてその自分を見つめることができる、この一歩引くというのかな、これが大事なところだと思いますね。感情の人になってしまうんじゃなくして、感情を見る人というのかな、そこがその今日のおそらく後のね質問にも関わるようなところじゃないかと思うんですけどね、はい、感情の中に飲み込まれてしまうと、これはなかなかそこから逃れるというのは極めて難しくなってきますから、それを眺めるっていうのかな、見るっていうこと、それがこの手がかりのような気がいたしますね。はい、本当に外国の方たくさん日本の禅の文化から学びたいと言って、先日もこちらで外国人の方数十名の方座禅に一緒に伺ったんですけれども、やっぱりその言語化する限界もあって、やっぱりその言語でを超えていくっていうのもやっぱり必要性を今皆さんが感じているところであるので、やっぱり両方必要なんだなと思いつつ、そうですね、はい、両方ですね、はい、特に今のご時世黙ってるだけじゃね、やっぱり伝わりませんのでね、そうですね、両方が必要ですね。日本人は割とその誰かのために思いやるっていうのがすごく得意な人たちだなって思うんですけど、逆に言うと自分自身のその本当の気持ちっていうのを抑え込んでしまったりとか、気づかずに過ごしてしまうっていうところもあると思うので、本当に得意不得意はそれぞれあるとは思うんですけれども、本当にこうやって学び合う機会をいただけて本当にありがたいと思っています。 ありがとうございました。はい、はい、では質問に移らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回のご質問は岐阜県の40代女性の方からです。ラジオネーム星垣さんからです。ありがとうございます。
いつも配信をありがとうございます。横田老師様の多彩なご見識を分かりやすく時にユーモラスにお教えいただき、拝聴するたびに心が温まり、もっと視野を広げて生きなくてはと思います。仏教や禅について無知な私の心にも響き考えさせられます。私はある経験から時が経ってもなお怒りや恨み、後悔にとらわれています。当初しばらくは同じような目に遭わないために怒りを忘れてはいけないと思っていたかもしれません。そういった気持ちを持ち続けるうちに、何年も経ったにもかかわらず、些細なきっかけで当時のことが鮮明に思い出され、負の感情がこみ上げてきます。思い出すのは辛く、また自分を執念深く恐ろしく感じます。仏教の教えではこのような感情への向き合い方は説かれているでしょうか。老師様のお考えもご教授いただければ幸いです、ということです。記憶と結びついた負の感情との向き合い方、本当先の話じゃないですけれども、悩まれている方少なくないと思います。横田老師いかがでしょうか。うん、星垣さんってね、なんか名前がいいですね。はい、星垣さん、まあ、美味しいもんですよねあれは渋いのよね、本当はね。はい、ね、渋垣を回して干していると干し柿になるとね、人間の感情も干していれば干し柿のようになるといいんでしょうけどねなかなかそうはいかないという話なんですね。はい、まあ多分よほど辛い経験をされたのだろうなというふうに想像はしますね。そういう人に対して私なんかはそれほど大変なこともなくのほほんと生きてきましたから、こんな私のようにのほほんと生きてきた者がそんな大変な経験をした人に簡単にどうこう言えるっていうような話ではないということをまず感じますね。私のそんな大した経験じゃございませんけども、これを思いますと焚き火しますね。焚き火なんだけども、焚き火なんてこの頃あんましないかもしれませんけどね。焚き火ね、焚き火、はい、焚き火は消えるんですね。はい、どんなに燃えてても焚き火は消えますね。はい、山火事でもそうなんですね。時にニュースになるような何日も続くような山火事ってこうありますけども、まあそれでも2年も3年も燃え続けている山火事っていうのは まずないですよね。どんな大変な山の火でもやがて消えますし、焚き火なんてのは、まあ、見てりゃ消えますね。消えるんですけれども、要はいや、ほっとけば消えるんですね。でもしかしまた燃料をくべてしまうんでしょうね。うん、燃料をくべてしまうとまた燃えるんでしょうね。本当は燃料をくべなきゃ消えるんでしょうけれども、いやー、くべてしまうんでしょうね、これは。ですから、まあ、仏教的な見方をすれば、その感情というものも一つの炎のような現象ですから、感情という固体、固定した塊があるわけではないですね。いくつかの条件が合わさって怒りという感情が起きたり、恨みという感情が起きるわけでありますが、それはこう、まあ、昨日般若心経の講義をしたからしてきましたから、般若心経なんかでは実体のないものであるというふうにこう見るんですよね。ずっと塊のようにあり続けるものではこうないと、必ず消滅をしていく、まあ、これが道理なんですけれども、燃料をくべてしまうとまた燃えてしまう。じゃあ何が燃料になっているのであろうかと、何をくべることが
この火を再び燃え盛るようにしてしまうのであろうかと、まあ、ご自身で少しこのお考えになるとよろしいんじゃないでしょうかしらね。まあ、一つは記憶という認識が関わってくるんでしょうね。まあ、記憶というものが、記憶っていうのは難しいね。記憶がないと私たちは暮らしていけませんから。でも記憶によって苦しめられることっていうのが大変多ございますよね。ですからその記憶をそう消したらダメだし、強くなりすぎてもこの苦しみの原因になるし、これを上手に扱うことができればいいなとか思うんですけどね。でも記憶もこれ変化するんですよね。これは記憶の専門の、ノーベル賞を取った人の話を伺ったことがありますが、まあ、記憶の大半は後からこう作り上げられたものですよね。だいたい事実とはもう違うし、年数が経つごとに自分のこの都合のいいようにこう変えていって、作っていくんですってね。意味付けが変化していくという感じですか。ですってね。まあ、そういうことを見ると、般若心経にあるように感じることもね、認識記憶なども無常時間によって変化するものであり、実体のないものだというのはなるほどなっていうふうに思うんですけれども、そういう実体のないものが集まって、実体のない恨みや怒りが炎のように燃え上がると、まあ、まずですね、こういう客観的な分析をするっていうことがまず第一歩だと思います。それだけではなかなかいきませんので、まあ、この人も多分こうしてこういう怒りや恨み後悔、このどうしたらいいのかと質問をされるということは、この怒りや恨みから逃れたいとこう思ってるんでしょうね。それは非常にいいことなんですね。怒りや恨みというのは、このまず体に良くないですよね。まあ、毒素のようなものだと。人間は毒だと分かれば基本的に生物ですから、毒だと分かったものはこの摂取取り込まないようにする本能を持ってると思いますね。これなんかは、こういうことなんかはやはり、イエローハットを、イエローハットってあの大きな会社を作った鍵山秀三郎先生なんかにそんな話を聞きましたけれども、やはりああいう大企業を作り上げるには、それは大変な人間関係で悩み苦しんで、時にはもう眠れないようなことは幾度もこうあると、しかしその度にもう怒りや恨みはこう毒を持っているようなものなんだと自分にもう何度も何度も言い聞かせると、そうすると人間というのは本能的にそういう毒を避けようという思いがあるので、その毒を大事にいつまでも舐め続けるっていうことはしなくなるものですっていうふうに、教えていただいたことがありますが、まず理論としてその恨みや妬みの感情というものはどういうふうにして作り上げられていくのか、その構成要素、記憶や感情等々は全て実体のないものだ、実体のないものによって実体のないものを作り出して、単にそれに振り回されているに過ぎないのであるということをまず観察をして、それから、それでもなかなか理論だけでは収まりませんから、この負の感情というものは何ですかね、もう発がん物質を摂取しているようなもんだというふうに思えばですね、ほら人間はやっぱり、その体に取り入れないようにするんじゃないかと思いますね。そういうふうにして自分にこの言い聞かせて、
でその代わりに良い感情を引き起こすものを身の回りに置くとか思うとか、自分をプラスの方面に向けてくれるような、プラスに向けてくれる、プラスの感情に向けてくれるようなものを身の回りに置くとかですね、はい、今日もこのこうして録音をしている室内に観葉植物というんでしょうかね、はい、苔玉っていうのをですね、はい、この間出かけた先でちょっと買ってきましたけれども、そんな植物一つ机の上に置くだけで人間はやっぱりギスギスした気持ちがほっとこのするんですよね。というのは植物は、ね、多分あまり恨みの感情を持たないんじゃないでしょうかしらね、あんまり見たことがないですね、恨みの感情を、まあ、腹を立ててる草も見たことがないし、はい、叫び声を上げてるような草も見たことはないし、そういう自然の植物なんかをお庭があればね、お庭で育ててみたり、お庭がなくても今、はい、室内でこう育てることができるものもありますから、ね、自分の心をほっとさせてくれるようなものを目の前に置くとかね、はい、あとはね、今も珍しいハーブティーを入れてましたけど、はい、そういうものを静かに飲んでみるとか、ゆっくりお風呂に入るとか、ああね、という工夫をされたらいかがでございましょうかしらね。ありがとうございます。本当に今目の前にこの苔玉の中に幸せの木ガジュマルが植わっているものがあるんですけど、本当にそばにいるだけで和むような丸い心になるというか、はい、そんな感じがしてますけども、そうね、はい、そういう感情に襲われてる時はそうね、できればそんなもっと大自然の中に身を置いてみるなんてことができればね、それがまず一番おすすめですよね、はい、広い大自然の中を歩いてみるとか、見晴らしのいい山の上に登ってみるとか、そうするとなんとはこの自分が悩んでるようなことはいかに小さいものかなっていうようなことを感じるようなところに身を置いてみるなんていうのもよろしいんじゃないかなと思いますね、はい、あんまりそういうね思いにとらわれてる時に、頑張って座禅しようなんていうとね、なかなかね内側から次々湧いてきて、その自分でこの負の連鎖になってしまいますからね、はい、ちょっとそういう時は慎重にした方がいいように思いますね。なるほど、内側に向かっていくよりはもう外と一体になるというか、思います、ね、自然の中に身を置く、はいはい、ありがとうございます。いや本当に負の感情で悩まされている方、もう どんな方も多かれ少なかれあると思うので、本当に貴重なシェアをしてくださって、そして横太郎氏からこうやってお話をいただけて本当にありがたく思います。まだまだお話を伺いたいところですけれども、時間が来てしまいました。これからも皆様からご質問を募ってまいりたいと思います。YouTube の概要欄に詳細を記載しておりますので、日頃気になっていること、どんなことでも結構です。ぜひお寄せください。お待ちしております。星垣さん、横太郎氏、今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。